今回は魔法少女に憧れてに登場するロードへ乗る目について解説していきたいと思います。この動画ではロードへ乗る目の基本的な情報、ロードへ乗る目の能力、ロードへ乗る目の正体、変化したロードへ乗る目について紹介していこうと思います。なおこの動画には単行本11巻までの内容が含まれていますので、ネタバレが気になる方はブラウザバックをおすすめします。マンダム室。まずロードへ乗る目の基本的な情報についてだが、初期構成員を引き連れてノルミータから離脱し、世界征服を推し進める組織ロード団を立ち上げた人物。性格は尊大かつ苛烈で暴君と呼ぶにふさわしいもの。マジアベーゼたちの活動をくだらんと一蹴したり、任務に失敗したロコムジカを全裸で鞭打ち折檻するなど容赦がない。魔法少女狩りにおいて自分にかなう魔法少女がいなかったことで自身の力を過信しており、ベナリータのまだ力を蓄えるべきという還元にも耳を貸さなかった。作中内ではネーミングセンスの悪さが目立っていて、ロード団という名前もあれだが、他にもワクワクロード組やウキウキロード隊という絶望的な候補もあった。コスチュームは和服の上から軍服のような検証のついたマントをまつわっている。次はロードへ乗る目の能力について紹介します。マンダム室。ロードへ乗る目の能力は魔物の創造、物体を魔物に変化させるマジアベーゼとは異なり、魔力そのものから魔物を作り出すことができる。ロードへ乗る目の肌に刻まれた星は作中内唯一の4つ星、それに見合うだけの膨大な魔力を保有しているので、能力を使えば大量の魔物を作り出すことができる。ただ他に特殊な能力はないため、基本的にはその膨大な魔力で生み出した大量の魔物による力押しの物量戦がメイン。シンプルだが、物量で押し切るというのはいろんな作品を見ていても強力なので、ゴリ押しは最強なのかもしれない。ただ作中内では自分の能力を過信しすぎたせいで、やる気が最高になった状態のマジアベーゼに敗北してしまい、用済みとみなしたシスタギガントとベナリータによって処分されかけた。次はロードへ乗る目の正体について紹介します。マンダム室。ロードへ乗る目の正体は田中美智子、年齢は20歳、もともと大学に通っていたが、世界征服をするために大学を中退しており、悪の組織に入って一番リアルに影響が出ている人物。得意な料理はキンキの煮付け、趣味はペン回し、特技は裁縫。マジアベーゼに敗北した後、シスタギガントとベナリータによって処分されかけたが、最後の力を振り絞って廃棄場所に残っていた。2つの魔法少女側のトランスマジアを持って脱出したが気を失ってしまった。目を覚ますとそこは知らない天井、横にはかつて自分が魔法少女狩りを行った際に弱かったため捨ておいたマジアブランがおり、倒れていたところを助けてもらい解放してくれていた。助けてもらった当初は魔法少女である彼女に助けられる理由もないことから邪険に扱っていたが、ロードへ乗る目の強さに惚れてしまい、ずっと大好きだったと凄まじいアンデレ感満載の愛の告白をしてきたため、当初は告白に対して動揺していたが、頼ってくれる彼女に対して何か思うことがあったらしく、今では二人で一緒に暮らし、だらしない私生活を支えたり、コンビニでアルバイトしてお金を稼いでいる。傷を癒した後に持ち出した魔法少女側のトランスマジアの一つを使い、色が黒い魔法少女に変身することになる。変身してから早々にラ・フェリタをすることが可能な状態だったので、使ったところ、自分がマジアベーゼに受けた折檻と屈辱のトラウマでロリッコの姿になってしまうが、うまく利用して活動していくこととなる。もう一つのトランスマジアは、桃森桃が使用しパンタのペスカとなり3人で活動することになるのだが、自身の魔法少女名を、ニセマジア、にしようとしてクソ脱世と言われ、スペイン語で偽物は、イミタシオン、と聞いて、偽りの魔法少女イミタシオンという名前に決めた。次は変化したロードへ乗る目について紹介します。マンダム室。変化したロードへ乗る目が初登場したのは単行本7巻。暴走しているマジアベーゼに代剣を突き刺して登場した。トレスマジアとは別の魔法少女チーム、シオチャンズ、のリーダー。コスチュームは紫色に近い軍服をベースにマントがついている。下半身は角度のきついハイレグとなっており、食い込みがやばそうと思った。能力は身体の感度を大幅に上げる毒を使用し、感度が痛覚を上げたりすることができる。他にも特徴的な背丈並みの大きな剣を保有していて、斬撃だけでなく打撃にも使用している。この姿はラ・フェリタだが、魔力を抑えればこの状態を維持できるようなので、真の正体を隠すために利用し、表向きの変身前の姿はイミタシオンという名前を名乗った。変身前後で仮面をつけているのは顔の傷からシスタギガントなどに正体をつかまれないようにするためである。登場時にエノルミータを壊滅を目的に集まった魔法少女と言って吐いたが、トレスマジアとはあまり協力をする気がなく、あなたたちは弱いから魔法少女をやめてもいいよと言い放ち共闘を拒否する。
41話ではお化け屋敷にトレスマジアとへ乗るミータを閉じ込め、マジアベーゼを孤立させ追い詰めたが、最後の抵抗でイミタシオの尻に触れた瞬間態度が急変する。46話ではイミタシオとマジアベーゼが一騎打ちをするが、がウェリカを得得したマジアベーゼにはかなわず、蜘蛛の糸で拘束された後、ケツを叩かれまくり、ロコムジカの歌の尻ドラムにされてしまい、屈辱的な形で敗北を喫した。その後ベルゼルガがエノルミータに捕らえられてしまい、イミタシオとパンタのペスカが救出に向かうためトレスマジアも加勢するが、私が助けなければ意味がないと拒否。ラ、ベリタのマジアベーゼとまた一騎打ちをするが、力量の差から一度捕らえられるも、ベルゼルガを失いたくないという思いに街中から応援の声が上がり、イミタシオは本物の魔法少女として覚醒。大献血バットでマジアベーゼを吹き飛ばし、ベルゼルガを救出して、魔法少女イミタシオとして初勝利を収めた。以降トレスマジアに謝罪をした上で、魔法少女としてエノルミータと戦う決意をした。今回の動画はここまで。概要欄に魔法少女に憧れてお得に見れる方法を紹介しているのでチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。